フレントリシュトリボーイは短距離走と走幅飛びを専門とするアメリカ合衆国の陸上競技選手。ミシシッピ州ランキングン、サンドヒル出身。アディダスとスポンサー契約を結んでいる。本名、フレントリシュは今まで誰も名乗ったことのない名前として父が名付けた。一般には短縮系の鳥で知られている。 南ミシシッピ大学在学中は総幅跳びの選手として活躍し NCWA で2011年に室内と屋外の2回優勝を果たした。ボーイの持つ総幅跳びの記録は校内記録であると同時に2012年の NCWA 大会で準優勝した記録でもある。2014年の全米室内選手権では総幅跳びで2位に入賞し同年の世界室内選手権にも 総幅飛びのアメリカ代表として出場している。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは400メートルリレーで金メダル、100メートルで銀メダル、200メートルで銅メダルを獲得した。人口92人、信号機のないミシシッピ州の田舎町サンドヒルで生まれ育つ。2歳の頃から妹と共に父方の祖母、ボビー・スミスに育てられた。 祖母の家の近くには4軒のいとこや親戚の家があり、総勢約20人の大家族のように育ったという。少女の頃の鳥は、おてんば娘で親戚の男の子たちとバスケットボールや釣り、トランプをして遊び、時には銃を撃ったり、無免許で自動車を運転したりすることもあった。ピスガ高校では、州大会の100メートルと200メートルで優勝を飾り、 400メートルリレーはサンド州大会を制している。親戚の男の子たちと休憩する間もなく、バスケットボールの試合をしてきた経験から、バスケットボールでも活躍し、チームを州大会優勝に導くほどの選手であった。2008年に南ミシシッピ大学に進学した。大学へは、スポーツ奨学金を受給して進学し、学祭領域を学んだ。一年時は、 カンファレンス USA の室内大会で3位、屋外大会で2位に入賞し、NCWA 女子陸上競技選手権大会に出場を果たしたものの、予選敗退という結果だった。2年時は、カンファレンス USA の室内大会で、自己新記録の 6m23 をマークして2位、屋外大会で、自己新記録の 6m43 を飛んで3位に入賞し、 100メートルでも決勝に残った。この成績のおかげで、再び NCWA 選手権出場資格を得て、今度は6位入賞を果たした。また初めて全米選手権に出場、8位に入賞した。3年次にはついにランキングトップに上り詰め、カンファレンス USA と NCWA 選手権で優勝。NCWA 室内選手権での記録6メートル52。 NCWA 屋外選手権での記録6メートル6 4は校内記録となった。この成功を受け2011年のカンファレンス USA 女子最優秀選手賞を受賞した。またこの年のカンファレンス USA 室内大会では3段飛べにも出場し、準優勝している。4年時はカンファレンス USA 室内大会の三段跳べで自己新記録の 13m09 で 優勝、総幅跳びで準優勝した。NCWA 室内選手権には両種目で出場するも予選敗退を喫した。屋外では100メートルで目覚ましい成果を上げ、自己ベストを11秒76から11秒28まで縮めた。カンファレンス、USA 屋外大会には100メートル、総幅跳び、3段跳べの3種目に挑戦、100メートルで3位。 総幅飛びで6メートル78の校内新記録を更新しての優勝、3段飛べで5位入賞という成績で終えた。NCWA 選手権屋外大会では総幅飛びでタイトル防衛を目指したものの、テキサスクリスチャン大学のホイットにディプソンに敗れ、2位に終わった。学業面では最終的に心理学とソーシャルワークを専攻、心理学で学士号を取得して卒業した。 鳥は2013年からプロ選手として競技を行うようになった。カリフォルニア州チュラビスタのアメリカオリンピックトレーニングセンターの所属となり、大学時代と同様、総幅跳びを中核に据えた。センターでは当初短距離を専門にしたいと願い出たが、100メートルを12本、走って11秒30を一度も切れなかったことから、総幅跳びをするよう勧められた。 同年の全米選手権では100メートルは準決勝、敗退、総幅跳びは4位入賞で、同年の世界選手権出場は叶わなかった。この年、初めて IAAF ダイヤモンドリーグに参戦し、アディダスグランプリとヘラクレスに総幅跳びで出場した。2014年は、記録を伸ばした年で60メートルで7秒14の、当期アメリカ最高記録を達成。 総幅飛びでも6メートル95をマークした。ニューバランス室内グランプリでの優勝後、全米室内選手権を2位で終え、世界室内選手権の切符を得たが、同選手権では6メートル12と振るわず、全参加者仲裁会の13位で予選敗退し、国際陸上競技連盟の報告でも大きな驚きと書かれてしまった。この時短距離に復帰することを持ちかけられ、 タイソンゲイのコーチとして、名を馳せたランス・ブラウマンの指導を受けるため、フロリダ州クレルモンに移った。これが転機となって、国際大会で勝利を重ねるうちに、プレッシャーに負けないようになっていった。6月には100メートルと200メートルで自己新記録をマークした。2015年の世界選手権で100メートルに出場、銅メダルを獲得した。 リオデジャネイロオリンピックにて400メートルリレーのメンバーとの一幕リオデジャネイロオリンピック代表選考を兼ねた2016年の全米選手権では100メートルで10秒779の記録で3位入賞アメリカ代表に選ばれたそしてアメリカ国内では女子100メートル200メートルで最も金メダルに近いアメリカ人選手と期待された リオデジャネイロオリンピック本番では、まず8月13日の100メートルで、エレイン・トンプソンに次ぐ銀メダルを獲得、続いて8月17日の200メートルで、エレイン・トンプソン、ダフネ・シパーズに次いで銅メダルを獲得、危うく、決勝に進めないところであった400メートル、リレーでは8月19日の決勝で、最終走者を任され、金メダルを手にした。ありがとうございます。